続き。なんだっけ。ああ、そうだ、これを、またこれを戻らなきゃいけないんだよ。めんどくさい。どうやって戻るのが近いんだ、これ。こっちだよな。水路とかね、もうちょっと、あれだよね、多分全部閉じるなりなんなりすれば、もっと行きやすくなるんじゃないかと思うんだよね。めんどくさがっててもしょうがないから、ちょっとそういうのも探しながら行こう。なんか途中で水路、閉じれるみたいなところがあったじゃん。閉じるっていうか、なんか鍵を使ってどうこうするみたいなところがあったから、あれ？どこだ？こっちか。ちょっとそういうのがあったら積極的に閉じて、歩きやすくできるように考えていこう。多分ね、まだ鍵手に入れたじゃん。鍵を手に入れたっていうぐらいだから、まだイベントがあると思うんだよね。何かしら、必ず。退治系のやつで。だ、何回か来ると思うんだ、結局。まだ。だからもう、今のうちに、めんどくさがらずになんかいろいろね、やっておいた方がね、いいんじゃねえかと思うんだよね。だ、あれでしょ、水路をなんか2箇所しか開けらんねえけど、その先行ったところで開けられるから、鍵で開けて、で、先行ったところで、なんかいじって、みたいな、ことを繰り返していく感じなんでしょう。知らんけど。こっちじゃないんだっけ？合ってるか。だからまあ。ん？どうだったっけ？もうわかんねえ。こっちか。あ、ここでやることはもうないのかな？こっちはもう閉じてるもんな。次何するんだっけ？あ、そこ、とりあえず報酬もらっとかないとな。あ、ちなみにさ、テレポストなんだけど、閉鎖する。こんな感じでいいのかな？これでなんか行った先でスイッチいじって、また帰ってきてみたいな。なんかそんな感じ？わかんないけど。テレポストン？あれ、なんかもう売ってるらしいね。飛空艇のところに。ただエーテルはわからん。なんかまだ先っぽい。あれ？もうどことじゃん、これ。何これ？どこが？これ閉じたんじゃねえ。あんま変化がないんだけど。2つ閉じないとダメだ。これなんかそんな感じ。まあ最終的にはなんかエーテルも買えるようになるみたいだから、まあそれはちょっと気が楽になった。エーテルってさ、あれじゃん、結構終盤までしか売ってなくて、しかも、高えっていう印象が俺の中であるんだよな。でも大体そうじゃない？まあ俺がよくやってた頃のさ、やっぱ4とか5とか6とかってさ、エーテルって結構貴重品で、なかなか手に入んねえっていうさ、印象が。あるから。そっか、忘れてた。
ここはレビテッドかけていいんだ。そうだそうだ。本当にな。ワイもそう。計算尺か。あれだよね、でもなんかさ、ちょいちょいツイッターで上がってる画像を見るけどさ、やり込みのあれがなんか半端じゃないな。俺、正直さ、FF の、そのクリア後のお楽しみみたいなさ、強ボスいるじゃん。あ、倒したことないんだよね、おそらく。記憶にないんだよね、そういうのやった。何やってんだ、あいつ。あいつ倒したっけかな、なんだっけ、 FF6 の飛空艇乗ったら出てくるやつ、名前忘れた。デスゲイズだっけ、なんかそんなような名前のやつ。あいつも倒した記憶ないしな。やり込み系はねほとんどやらないんだよね。だからもし12でそれをやるとしたら FF シリーズで初めてそれをやったっていうことになるね。なんかね、そこまでやるのめんどくさくてね、やる気がね、あんま起きないんだよね。あれだな、どこかで、これでいいんじゃないかなと思うんだけど、わからんな。でもこれによって何がどうなってどこに行けるようになったとかいまいちわかんないんだよな。向こう側普通に水浸しになっちゃってるしな。まあまた多分ね、再度来る機会がねあると思うんだよね。これを解放すればいいのか。どこかで水門がっていうのがどこなのかがよくわからないんだよな。なんかフィーンってなったけど、ほらな、これで、これでもまだ水浸しでしょ、これ。この状態であのスイッチっていじれるんだっけ。ああ、そもそもスイッチがないもんな。よくわからんな。いけないもんな、そっちに。だってあれでしょ、スイッチって。一応なんか起動させた状態にはなってるけど、この状態でどうするのっていうのがなんかよくわからない。この手のパズルマジで苦手だからな。なんかこうさ、その場で手を止めて考え込むのがなんか苦手なんだよな。特に今実況でやってるからさ。だからもうそんなことするぐらいだったらもう試行回数増やして、とにかく手を動かしてやりまくってっていう、あのゼリーのパズル方式だよね。あれでやればいいんじゃないのかなって思う。今スパロボ F のさ実況を見てんだよ。第3次スパロボがもう終わったから、全部見終わったから
で最後ゼリーのパズル見終わる頃には全部作業が終わるっていう寸法になってる。そうできてるから結構な時間だからね、あれを全部見ようと思ったら。まあ見ちゃうんだけどさ、いいよな、スパルボ実況とか。でもさ、あの2王のさ話みたいなもんで、やっぱり実況しようと思ったら、やっぱある程度なんていうかこう考える縛りというかさ、必要だよね、そういうのが。ある程度苦しまないとダメ、面白くないよね、やってる方も見てる方も。だから FF12 に関してはもう多分本編はもうかなりだるいことになるっていうのはもう間違いない。それはもうしょうがない、もう運命、定めだからしょうがないんだけどさ。だからスパラボとかだったらもうなんか誰が使うんだよそいつみたいな、勝つとかを使ってさクリアするとか、なんかそういうことをしないとなんか何も生まれないよね。だから前さ、スパラボガイデン、アルファガイデンか、アルファガイデンやったけど、あれも本当なんかもうまともにさ、まともにこう普通に使えるキャラを使って普通にクリアしようとしたから、それは面白くないよねだ特に頭を使うわけでもなく、だって攻略を見ればそのままさクリアできるような感じじゃん。でもしょぼいキャラ使ったら攻略見てもなんかそれ以上のなんかそうじゃないしんどさがあるからさ、なかなか難しくなるよね。エーテルはまだだな、さすがに万能薬を売ってるけど。だもし次スパルボをやるとしたらそういうことになるんだろうけど、たださ、そのスパルボ V とかやりたいんだけど、まずあれ多分実況できないんだよね。多分消されると思うんだよね。アルファガイデンとかでもあの、なんていうかこう、もし収益化のチャンネルだったとしても、この動画は収益化されねえからっていうのが一応来る、通知が来るっていう程度にはうるさいから、多分ね、まあ良くて、それ、最悪消されるっていうことになる可能性の方が高い。見たことないからな、スパロボの、割と最新のスパロボの実況って。低い手南だっけ西だったっけ。でも俺が用事あるの東だからな。ここには何の用事もないんじゃないかな。あ、そう、こいつに連れてもらえばいいわ。でもアルファガイデンってさ、そんなになんかこう味方に使えねえ機体っていうのがいたかなっていう感じなんだよな。そんなにいたっけあれ。普通になんか誰使ってもそこそこ強いみたいな。ゲーム自体の難易度が結構高いから。どうだっけ、モノフっていうの。ゲーム自体の難易度が高いからさ、その分なんかキャラはそこそこ強いというか、あんまりなんか勝つとかビルギットとかなんかそういうやつはいないような気がするんだよな。飛空隊これ乗るんだったっけか。乗って、なんかゆったりモードとかで行って、みたいな感じじゃなかったっけ。そうだそうだ、これだ。でもな、もう今からさ、その、なんだろう、戦闘スキップできないスパラボとかさ、やってもしょうがないしな。そもそも俺、多分そういう縛りでやったら、全然上手くないと思うよ。シビレーションゲーム。それだったらね、それだったら多分ファイアーエンブレムとかの方がいいわ。ファイアーエンブレムもでもなかなか難しいからな。あ、そういえば初めてか、これで乗るの。これか。ねえし。こっちか。いや、もうあるはずなんだよね。あ、ほら、あったあったあった。よし、これで、とりあえず、困ることはなくなったな。金は、よし、これで
今買った分ペイできるぐらいのお宝を俺は持っている。あとは今ね、あれがセールだわ、スチームだったら。俺が全く手つけたことのない。なんだっけ？竜が如くか。あれがセールだわ。ゼロが1000円ぐらいで買えるらしい。俺はもう全くやったことがないから、どういうゲームなのかもなんかよくわかってないし、面白いのかどうかもよくわからない。もし見たかったらコメントに書いておいてくれ。ちなみにセールはもう明日で終わるから。気づかなかったらもう終わる。死者の靴。クリス・モイトの靴。何それ。スリップ向こう。スリップもな、そこまで。知らん。他なんかあんのかな。展望デッキ。え、とてもいいけど大したことはない。もういいじゃないですか。なんかへこんでる。誇りとやりがいですか。お前なんか服がタイトすぎねえか。これ半袖なの。そしてえ、これ下、これ裸足か。これあ違うな、なんか服着てんな。重ね着してるなこいつ。どんな服だそれ。よくわからん服を着ている。まだいたのか。大したことない。まあでもしばらくは FF12 をやり込むことになるんだろうか。わかんない。どこまでやるのかわかんないしな。結局その最後までやるかどうかもわかんないし。まあ、今のところはなんか飽きる気配はないから。何見えるわ。次から次に行く街か。今事情聞いた方が良かった。もう休みたくてしょうがなくて休んでしまう。だ最近なんかさ、手軽にできるゲームを求めてるの俺は。なんか10分15分ぐらいでさ、パッとやってパッとやめる系のゲームを求めてる。それはなんか常に欲してるというか。まあなんか最近だとゾンビ撃つゲームとかをやったりとかしてたんだけど、東だるまさんかな、ゾンビ撃つゲームやったりとか、まあ、ダークソウルやったりとか、あと昔だと三国無双やったりとかさ、いろいろやってたんだけど、なんか今でさ休憩でなんかできるゲームをね、今求めてる。スタンボム。ボムってなんだっけ。ああ、あれか。なんか、よくわかんない武器か。でも君、脱獄したんですよね。脱獄囚、いまくりってやべえな、この国。まあ、言っちゃえば、バン君とかも脱獄囚だからね。余裕で。これで、とりあえず、これで話は終わりだから、
あ、失敗した。ビエルバ行った時に他のイベント受けてこればよかったな。まあいいや、もうテレポストは無限に手に入るから。あまり気にしなくてもいい。いっぺんに受けちゃってもいいかも。めんどくせえから。結構まとまった場所にいたりするからな。休憩がてらにゾンビ撃つゲームやって1時間ぐらいまとまったら動画あげるんですごい。うおー、なんだこれ。S はやばいんじゃないこれ。ナブレウス出現をうろつく凶悪モンスターの話を聞いた。失われたとはいえ、ナブラディアは私の故郷。これ以上あの土地が荒らされないようにしてほしい。どここれ。ああ、マルビナ城塞ね。マインドフレア。ブライ。ブライ FF じゃねえや、ドラクエ4か。ナイトメア変異種。モスフォーラ産地。ああ、あそこか。モスフォーラ産地。行商人バカンサ。ああ、あそこね。あ、ほら、やっぱりナルミナの渡りなんだよ。だいたいこういう固まり方をするんだよ。だから、ダルマスカ砂漠行って、あ、じゃあねえか。直接ここに行けるのか。で、裏側から、ナルミナ城塞に侵入して話聞きに行けばいいんだな。他のところってどうなってる？マインドフレアも聞いとく？ガリフの地ジャハラ。なんだガリフの地ジャハラ。ああ、南の一番南か。まあ、聞こう。ああ、わかったわかった。ここはすぐわかるわ。とりあえずそれやってみるか、じゃあ。その3つを。とりあえず強そうなところからやっていこうぜ。S はきついと思うんだよな。まだやったことないからわかんないけど。A から S にはなんかすごい隔たりがありそうな気がする。A でもまあまあきついからな。ジャガラ行っちゃおうか。まずジャガラで話を聞こう。どこに出るのか分かんないしな。ドイツだよ。誰だっけ？ 今のやついいのか？モグリスト。マインドフレア。これか。マインドフレア、そうだよな。戦士グロ。カリブ族の青年。ああ、この人だ。ヘネマセキコ。ミストの大器採掘だ。ヘネマセキ。ああ、あそこか。あそこってテレポーションで行けたっけ？歩いて行かないとダメ系？もしかして。どっから行くのが危険だ、あそこって。ピアム遺跡、ゴルマだ。ああ、あったあったあった。変にも席変わったわ。第一、オーピクショー、もういた。ミストの濃いところに出るらしいぞ。好奇心で困り、見に来たはいいものの、濃いミストは苦手なんだよな。
そのん？これどこに行けばいいの？これ。あれ？これどこ開けるんだっけ？これ。あ、違うか。あ？あ、そっか、向こう行くのか。そうか。ここが、ん？ここがゴールか？上がった気が。閉じてるし。あれ帰ってきちゃったんだけど、あれこれどうやって行くんだ、これ客が分かるじゃないといけないとか、そういう話。ああ、そんなことはなかった。大丈夫だ。そっか、これはあれだな、逆走してるってことだな、つまりは。なんか確かこんな仕掛けだったわ、そう言われてみる。霧が濃いところって言ってたよね。でもなんか、ああでもこの辺って言ってたよな、大気なんとかって言ってたよな。ってことはこの辺か。多分このエリアのどっかに出ると思うんだけど。はいよ。あ？ああ。あ、いた。めっちゃ弱い。あれ？でもなんか回復しやがる。
盛り上がりも何もなくなってしまった。これはな、まあしょうがないよな。でもまあ途中面白かったからいいんじゃない？ 散々レベル上げのさあたりで苦しんだからさ、あそこでいいでしょ。そんなね、全工程ね、なんていうかこうバランスよくね、できないっすよ。需要と供給を満たしたプレイをさ、そんなプレイもしできたとしたら、それ初見じゃねえよ、そもそも。まあ、つまり何を言いたいかっていうと、俺は悪くないっていうことさ。レベルを上げすぎた俺は悪くないっていうことだよ。ああ、違う、こっちじゃねえや。また向こうから。ああ、こっちじゃねえ。回ってこないとダメだ。両方かい。なめとんのか。まあ多分次のS クラスのやつが俺を楽しませてくれるはずだから、そいつに期待しようぜ。こんなんでもさ、今実況でこうやってやってるけどさ、なんかこう、無言でずーっとやっててもできるよな。まあこれが、もうある程度まで進んでさ、例えばもう稼ぎとか、レベル上げとかさ、稼ぎなんて別にもう喋らないでやってもいいから。ああ、でも、ナブディス結構遠いんだよな、あそこ。あそこを一周して帰ってくるってなると、まあまあまとまった時間になっちゃうんだよな。あそこを30分ぐらいで回ってこれるぐらいの力がついたらいけるんだけどな。あ、わかんない。稼ぎのポイントとしてあそこが正しいのかどうかもよくわかんない。どうやって開けるんだろうな。もう俺が聞きたい。どうやって開けるの、これ。まあなんか、まだ多分イベントがあるんじゃない？イベントがあって、この奥になんかいるんだよね。あ？開くんかい、簡単に。押せば開くんかい。あ、そっか、これであれか、あっさりと、そう、平原の方に出れちゃうんだな。まあ別に意味ないから、まあショートカットができましたねっていうことで、意味がないので、私は、あれ？これか。私はテレポストンで帰らせていただく。次の仕事が控えてるんでな。忙しいんですよ。じゃあ、行ったら、次は、あそこだ。産地だ。なんとか産地。風水師？カーマニオール。何それ？鎧っぽかったな。カーマーにおる。魔装備なんだ。お、強いじゃん。普通に強いじゃん。魔装備って誰だっけ。あ、ピーターソンか。風水師。誰だよ、風水師って。額に書いとけよ、もう。
あ、落ちた。え？ヘネマ鉱石の奥に眠る強大な力をお主では沈め、従いさせることができまい。絶大なる力を手に入れるためには、大いなる存在の加護が必要となるのだ。なんだそれ。なんか、呼んでるよって言うから、言ったら、まだ時間じゃねえみたいなこと言われたんだけど、どんだけわがままなんだよ、お前。よし。モスフォーラ産地でいいのかな。あ、シュナスフェが良くなってる。まあでも大して欲しくないものばっかりだけど。もう全部持っとるわ。あ、そうです。高音海外のハンターズキャンプ。ブライ、シャドウを使ってくる。サリカリ樹林の北西、ナウディスに近い場所。じゃあテレポで行った方が早いな。こっちか。次日中クソ眠くてさ、なんとかなんねえかな、この日中の眠気。まあなんか起きる時間が早すぎるっていう説もあるんだけど、いやなんか一日さ、俺も別になんかこう寝ないのが正義だとは思ってないから、寝れるんだったら6時間でも7時間でも寝たいんだけどさ、なんか寝れないんだよね。これか？あ、これだ。なんかね、うまい具合に寝れなくてね。結局なんか5時間睡眠とかになっちゃってさ。で、なんか日中眠いみたいな。ん？なんかレジストされてんの？何をレジストされてんの？拳銃か？ここが効いてる。あ、死んだ。あ、死んだ。気づけば死んだ。めっちゃ弱かった。もう B ぐらいじゃ話にならんな。やっぱり予想通り。これはもう S に期待するしかねえわ。でなんか寝たらさ、多分普通に寝たら1時間とか2時間とか寝れちゃうんだよ。でもそうしたらまたさ、生活のリズムがおかしくなってさ、朝寝てさ、夕方起きるみたいなわけわかんないことになるでしょ。それは嫌なんだよ。もう二度とそういう生活したくないからさ、なんかそうならないためにこう頑張ってんだけどさ、いやでもこの日中の眠くはいかんともしがたい。そして今めっちゃ眠い。これなぜこんな話を始めたかというと、今眠いから。まさに。やっぱさ、なんかカフェインとか飲むじゃん、人は。
あれでもなんかね、調子悪くなんだよね、やっぱり。レッドブルとか飲むと。昔そこまで感じなかったんだけど、最近はもうダメだね。安っ。で、このままもう歩いて下ろう。歩いて下って、なんだっけ、なんとか城西のところまで直で行っちゃおう。と思ったんだけど、あ、いいや、歩こう。多分あれで行けたな。テレポート行けたな。まあいいや、ちょっと歩こう。戦う？昔はね、なんか普通に働いてた時はさ、もうレッドブル飲んで、眠気を抑えて、書いて、で、なんかバイトをなんとかごまかすみたいな。ことはできたんだけど、今はもうできんな。まあなんか言っちゃうとやっぱ集中力が違うからな。集中力も違うし、やっぱ一人でやってることだからね。誰かを当てにできないからな。だからちょっと条件が変わってくるよな。あれ？ここもう普通に通ってよくなった。あ、いなくなったんだ。あ、売り物よくなった。 ふざけんなよお前ら。 他のところはそこそこ仕入れいろいろ頑張ってんのにさ、お前らのところずっと同じものしか売ってねえじゃん。ざけんなよ。なんでか見ないとわかんねえ。これさ、ああ、いいのか。あ、ただ、そっか、見てなかったからっていうことか。お、びっくりした。なんかイベントリーっていうか、こう、見なきゃいけない、見てないセリフがあるからこうなっただけか。クリアしてないかと思った。モルガン。外郭西広場。ここだよね。モルガン。お前か？違った。お前か？間違われた男。そうだね。間違えた。商人。間違われた男。何なんだよ、それ。間違いだらけか。こいつだ。濃い霧と背の高い草に隠れた先。あれ、私の息子の。いや、いい。さあ、気をつけていくのだぞ。どこにいるんだろうね。じゃあまあそこまぐらいまでやってみるか。今日出会うぐらいまでのところは、まあなかなか勝つのは厳しいだろうからね。まあこうなるな。まあ、なんといってもこのあれ、あ、そっか、ライセンス取ってねえか。重装備の11だよな。マクシミリアンだ。ほぼ最強じゃねえか、俺。これがあったらもうガチガチになってしまうから。いやー、素晴らしい。
一番下だもんな、偉いもんで。行く順番的にはまだだよっていうことなんでしょ、これ。さて、どこにいるかな。背の高い草を越えた先とか言ってたよな。あっちがナブですか。こっちかな、じゃあ。ちょうど中間なんだよな。背の高い草。まあ、わかんねえから。動き回ってみよう。あ、あとちなみにナブディスのさ、商人だったけど、あれ時期によってやっぱ追加される形式らしいな。だから今言ったらもしかしたらちょっと追加されてるかもしれない。つってもまあ、ハイエーテルとかはまだ先だろうな、さすがに。ここじゃないよね。でもまあちょっと見に行くの面白いかもしれない。まあ多分、普通にボコられるだろうから。まあ、せっかくこっちの方来たから、一回ナブディスの方遊びに行ってもいい？この辺じゃないか、でも。背の高い草がどうこうって言ってるから。なんか隠し道的なものがあるのかな？越えた先って言ってたか、でも。変じゃないっぽいな、でも。これ以上行くともうあれだもんな。レベルがレベルがまた上がった。バン君もう60になるんじゃない。なるね、もうそろそろ。さすがにでも11万とかか。さすがにきつくなってきたな。あ、お宝じゃん。お宝じゃねえや、地図じゃん。なんかあるな。なんかあるね。多分あれだな。さーて、じゃああそこにどうやって行くのかっていう話になっていくのかな。多分でも、今ここだから。どっから行くのかな？なんか単純に、あれだよね。横にあるからっつって、向こう側って限らないからな。なんかでけえ K の時みたいに、エリアの下とか上下の話っていうのもあり得るから。でもなんかこの道怪しいけどね。普通に。ただ単に何もないっていうか、まあ隠し道あるよって教えてくれてるのかもしれないけど。でもまあここではないんだな。どっからか行くんだろうな。
これだ。これだ。単純だったな、案外。エリクソー。経験値すげえ。そんなに強くないけどな。そんなに強くないけど経験値すげえ。デッドリーボー。そろそろやばいんじゃない。さあ、このゲームのモブの強さを示すランク S とはどれぐらいいくと S 級妖怪に認定されるのか。うまい飯と適度な睡眠だって適度な運動か。あっという間にトグルを超えてしまうのであった S 級妖怪。お、あ、これだ。まだ敵対してないかでも。こっちから手を出さなければ。K？ それはいいんだけど、この骨がずっと湧くんだけど。あ、ついに手を出した。骨の湧きやべえな、これ。ちょっと待ってくれ。ちょっと一旦引こう。戦い方をちょっと考えなきゃいけない。とりあえずプロテスとリジェネかかってるよな。プロテがかかってる。あ、かかってるな。リジェネはかかってる。で、暗闇が結構しつこいから、暗闇をちょっと設定しとくか。で、誰を狙うかだよな。防御力が全体的に高いから、雑魚はほっといていいんじゃないかなと思うんだよね。だから、とりあえず、HP マックスが高い敵にして、どうも HP マックスが高い敵を、狙うようにして、どれぐらい周りの連中をスルーできるか。それをやってみよう。よし、ここでも経験値稼ぎめっちゃいいな。これボス倒した後もこんなに湧いてくれるんだったらすごい経験値効率だ。よし、行こう。一時百千万。あ、違う、こいつだ。さすがに見えないか。背がでかくて何やってんだか見えねえんだよな。あ。あ、これ。あ、これ。あ、これ。これはいかんやつだ。6000ダメージとか食らせたもんな、今。そうか。まあ逃げられるだけよかったな。でも、ここ経験値稼ぎめっちゃ良くないか。すごい湧くぞ、これ。敵が。なんか、あの敵が反応しないギリギリぐらいのところでうろうろしてたらすげえ稼げそうな気するけど。ほら、ここめっちゃ湧くぞ。
なんか何か盗みたくなってきた。逆にもし枯れるんだったら枯らした後に戦えばいいだけのことだしな。でも多分枯れないだろ、これずっと湧き続けるだろこいつら。そうでもないか。おお、裕次郎、裕次郎が何かやってる。ちょっと見てよ。そんなにきつくないよ。でも裕次郎を見てる限りでは。炎属性考えればいけるのかな。あー、あれ全然ダメだ。何されたん今。なんか裕次郎全然平気だな。なんでだ。装備の問題かな。でも別に何が弱点とかっていうのないでしょ。そもそも属性なしだもんな。基本的にだって属性なしでしょ。持ってる盾だって変わんないし、単純に守備力だったらそんなに変わらんぞ。むしろバン君の方が高いぐらい。なんでこんなバン君すぐ死んでまうなんでバン君すぐ死んでまう。何を食らって死んでるのかな、バン君が。それはなんか今のところよくわからない。裕次郎は全然平気なんだよね。なんかバン君が行くとさ、なんかえらいダメージ食らって、しかも MP 減らしてくる結果こいつ。マジかよ、かなりめんどくせえな。今回は割と平気だな。ちょっと HP のバーが見えねえ。バー出ないんだっけこれ。全然減ってねえじゃんこれがエースか。あ、わかった、あれだ、これ跳ね返されてんだ、いつものやつだ。なるほどね、理解した。バッシュさんも戦ってもらうしかないっすね。これの HP とかは全然わかんないもんな。とりあえずなんか死ぬことはなさそうだけど。あ、結構減ってんじゃん。でもいけんじゃないこれ。まあまあいけそうだぞ。バルフレは別に HP 関係ねえし。バッシュが近づいて HP 削られない限りは大丈夫だよ。いや、近寄んなよ、お前。言ってるそばからやらないでくれるかな。ちょっと、ああ、でもそっか、攻撃があるからな。ちょっとバッシュさん、移動で。攻撃しなくていいや、もう。もうその場にいてくれ、もう。見ててくれ。補助だけやってくれ。なんか補助魔法あるか、それ以外で。あーとシェルとか使っておくか。全体にシェルかける魔法とかねえの。シェルが見てんのさ
シャズナみてえな。あれ？なんであいつ攻撃してんの？攻撃を入れないで攻撃をし始めるのか？そういうわけではないか。これ大丈夫かな？なんか倒せそうだぞ、普通に。あとミストカード使えば普通に倒せるだろ。あ、やば。ハッシュの UP が。さすがにちょっとこれは怖いな。ハイエリクサーじゃねえや、ハイエーテル。ハイエーテル使っていいわ。ミストカード使った方がいいかな。使おうか。ケチてもしょうがねえもんな、女の。これは早送りできないんだな。まあなんで俺がこれを出し渋るかっていうと、まあ演出長いからだよね。単純に。いつもの理由で。まあ、全部つなげた方がいいのは分かってんだけど、繋がらなかったら繋がらなかったで、それはそれでいいかって思ってる自分もいるんだよね。葛藤があるんで、俺も。どんだけそれを連発する気だ、お前。まあ、短いからいいわ、これ。こいつばっかりじゃねえか。でもどうせだったらもうマックスまでつなげてえな。マックスまでつなげるとなんかあるらしいから、実績解除的なさ、あれがあるらしいから。ああ、ダメか。ああ、ちなみにもう完全に余談だけどさ、まあそろそろいいかと思って、FF12 のさ、FF12 が当時どういう評価を受けてたかっていうのを調べたんだよ。ちらっと見たんだよね。かなり評価悪かったみたいだな。まあそんな気はするよ、でも、やってて。2006年でしょ。2006年ぐらいに出してたら叩かれてるだろうなっていう気はものすごくする。あ、普通に倒した。え？マジで？こいつが S かよ。弱すぎねえか。クソ弱かったぞ。なんかすげえ強い攻撃してきたと思ったら、それは味方による反射であったみたいな。え、何これ？祠の扉が固く閉ざされている。で、ここも敵湧かなくなるの？あ、湧くじゃん。ここめっちゃ湧きよいいよな。絶対ここ経験値稼ぎいいって。これほらほら、もうすぐ蘇る。これでだって1000とかもないんで1回で、めっちゃ良くねえこれ。ほらもうバン君さっき11万とかだったのにもう2万とかになってるもん。ちょっと動いたら出てくるだろう。あれ、そんなに出てこないな。そうは、そううまくはいかねえか。そうか、じゃあ帰ろう。めっちゃテンション上がったの。グイーッと下げられた。上がったテンション。あ、でもさ、この道中でも湧くもんな。
これ考えればかなりいいと思うんだけどな。死んだけど。いやー、でもあれだな、今度から炎のとんでもないダメージを食らったら、とりあえずリフレコ疑えっていうさ。何回かやってるんだよな、これ。何回かこの失敗をやってる気がするんだよ。いい加減、学習して。なんか強いぞこいつ。ベレル。盗めた。もうせいか。盗んで。死んだ。あ、死んだ。そっか、盗みになってなかったか。あれ、こっちじゃないんだっけ。どこだっけ。あ、ここだ。で、この依頼が誰だったっけ。あ、あそこだ。要塞だ。マジでたまに、バン君マジでたまにバグるな。バグるっていうか、なんか、多分あれだろうな、その、設定してる、俺が設定してる、ガンビットとこう適用してないんだろうな。最もマックス HP が高いやつが、割と遠くにいるとかそういうことだろうな。だから、これは目の前にした方がいいんだろうな。他のやつらは勝手にそれを探して攻撃するけど、俺が動かしてるバンクは、なんていうかこう、最大 MP じゃない、HP が高いやつに俺が近づかなきゃいけないんだ、俺。という、なんか若干めんどくさいことになってんだ。なるみなしもさ。しかし、S の敵はあっさりやってしまったな。あんなんでいいの、S って。いや、俺マジでさ、普通にボコボコにされて、俺も、こいつ倒すまでここ動かねえからなっていうセリフまで用意したんだけど、割と真面目に。なんか苦戦する要素が全然なかったね。何が S クラスだったのかよく分からないんだけど、難易度の話じゃない。倒して。わしの息子が作ったゴーレム。巨人の兜、ミスリル。でもあそこなんか開かないとこありましたよ。新人ジョーク。勘弁してもらえねえから、ミスリル売ったらなんかもらえるんじゃね。なんか来るんじゃないこれ。来ねえのかよ。これなんかまとめて売る方法ねえのこれ。まとめて売る方法あったら教えてくれ。さすがにね、種類がばらけてきたからね、一回一回売るのがめんどくさくなってきた。いつか寝ぼけてギサールの野菜とか99個売りそう。シュラの骨、すげえ名前だな。まあいいや、なんか案外あっさり片付いてしまった。拍子抜けもいいところだな。さてどうしようかな。まあ残りのあとはもう C とかのやつしか残ってないけど。
あそこの売り物見てこればよかったな。今何分やった？1時間10分。ちょっと時間的にきついな。いいや、他のやってないイベントこなしちゃおう。いや、あの売り物がさ変化してるかなっていうの見に行こうかなと思ったんだけど、首都ナブです行って、あそこちょうど真ん中ぐらいだから行くのも戻るのも結構めんどくせえんだよな。なんで俺 VTR に来たんだ。あ、そうだ、巨人の兜拾ったじゃねえや、漏らしたよな。あれはかなり強いんじゃないか、巨人の兜って。重装備の最後の子じゃなかったっけ確か。あれ、そうでもなかった。ああ、そうでもねえや、9か。なんだ、まあ、でも今持ってるやつより強いだろ。ああ、ガチガチだね、バン君。アトモス。ナルビナ城塞、ナルビナ城塞かよ。山でディコタイタスの親玉が暴れ回ってるんだ。またナルミナ城塞かよ。まあいいけど。チャハラ、ちょっと待って、なんかまとめて受けられそうなのがあったら。ああ、まあいいか、まあいいや。全部受けちゃえばめんどくせえから。ネフィーリア、エルトの里、フェイニウサギ。なんだエルトの里って。これも私、ああ、あそこか、あのピーターさんの一族か。チョッパー。見事にバラバラだな。そうか、まあいいけど、どれか1個ぐらいクリアしてあげるか。じゃあ、あれからやろう。なんだっけ、ジャハラ、ジャハラだっけ、そんなの。まあ、今出したら、今このゲームを出したらめちゃくちゃ評判いいかって言われたら、それは知らんけど、人を選ぶんだろうけど。海外受けは良かったっていうのもなんとなくわかる。どうも最近俺こういうの多いな。こうみんながあまり好まないものを好むというか。あ、イエテル、テレポストン。エリクサー、テレポストン。テレポストンいっぱいあるんでもういいっすよ。安っ。安っ。安っ。大アルカナ、何これ、すげえの来た。え H え ABCDFGHIJK ん ABCDFGH。 あ、そういう上がり方なんだ。あ、ていうかこれは弱いのか、これは。え、緊急討伐、可愛いキャロットちゃんが逃げたざます。なんだそれ、知らん、みかんは。ちょっと待ってくれ。アントリオン、トリックスター、ニワトリス。とりあえずちょっと今の部分を片付けて順番にやっていかないと、こういうのはもうわけわかんなくなるから。絶対まずはそこの酒場のイベントをちゃんと全部終わらせるっていうところから。なんか前もさ、あのなんだっけ、
キララアニメかなんかの時も話したけどさ、このキャラもうめっちゃ気に入ったわ、すげえ絶対人気あるっしょって言ったら、そうでもねえって言われるみたいなさ。いやー、なんか俺そういうのが多いな。いいけどですね、なんかそんなになんかめちゃくちゃ大衆受け狙ってるわけじゃないから別にいいんだけどさ、もう届くところに届けばいいよっていう感じだけど、商業的にはそうもいかないからな、世の中難しいよね。ジャハラ、長老ね。また魔鉱石か。オズモネ平原から坑内に入り、十字路の先にある第一気候道。まあパッと行って帰ってくるか。まあこれは一緒にやるべきだったな。まあ しょうがない、そんなの。チョコボで行った方が早いか。チョコボでこっち側から行って侵入した方が早い。安いな、30円。こっちは50万とか、45万円とか持ってるから。どっから行くんだっけ？上から行くんだったっけ？これ帰るときってどうするんだろうな。そういえばチョコボいないよね。いる？ああいるんだ。なるほどね。じゃあそれに乗って帰ればいいんだな。敵の名前なんだっけ。敵の名前忘れた。まあいいや、まあ、なんか見たことねえやつが、見たことなくて、なんかなんとなく耐久力が高いやつがいたらそいつだ。雑。あ、そっか、こっから行けんのか。じゃあ、普通に移動した方が、テレポ移動でよかったじゃねえか、じゃあ。クソが。なんなんだよ。どうやって開けんだよここ。あれもしかしてこれこっち側から開けらんねえじゃねえのこれ。あ、これで開くのか。十字路どっちって言ってたっけ。鳥頭とかどうこうっていう話じゃないんだよね。話を聞いてないんだよね、もはや。これだな。大気行動。まだ向こうだな。あ、ここだ。ここのどっかにいるらしい。コウモリばっかりだ。あれ？ここじゃねえか。ここのやっぱ一個手前のところか。違う、こっちじゃない。行動。そうだね、ここじゃないね。
反対側でどうやって行くんだったっけか。多分この十字路のあれだろ。どっちかだろ。これだっか。あ、これだっか。コウモリばっかりだから、いればすぐわかる。あ、こいつだ。どう見てもこいつだ。またそれか。まあ、ええわ、もうどうでも。死んだし。さすがに C とか、その辺になると雑魚や、まあ、しょうがない。あっさりだったな。5分ぐらいで終わってしまった。まあでもいいわ。この調子でもう今のうちにやっておいた方がいいわ。めんどくさくなる前に。もうこういうの溜め込むともうめんどくささしか感じなくなるからな。結局溜め込みすぎてもういいやってなって終わるっていうのがもう目に見えてるからね。ガリフ。エーテル、ソウルパウダー。よし、じゃあまた次はイベントをちまちまこなしていく感じかな。よし。じゃあ、今日は。